孫基帝は日本統治時代の朝鮮の新ウイジュ近郊出身のマラソン選手。1936年ベルリンオリンピックではアジア地域出身で初めてマラソンで金メダルを獲得した。大韓民国建国後は韓国の陸上チームのコーチや陸連会長を務めた。当時の平安北道新ウイジュ府新ウイジュ近くの町で育つ。成果は雑貨店を営んでいたが、 家計は貧しく、冬に周囲の子供たちが応力校で教じるスケートの靴を買ってもらうことができなかった。このため、普通学校の頃から走ることに興味を抱いて、通学などの機会に旅でいつも走り、高学年になると自ら練習を考案して走っていたという。1926年に自宅が暴力校の洪水で被害を受けたため、 勉学を中断して働くことを余儀なくされたが、この時期にも走ることは止めず、次第に瞬足が注目されるようになる。後に、パーボヌルミの存在を知り、その影響を受けつつ、練習に励むことになる。1932年、京城の養成高等普通学校にスカウトされ、19歳で入学した。後にベルリンオリンピックで銅メダルを獲得する、南昇龍も、 孫と同時に陸上部に入ったが、南は他の学校への入学経験から3年生で編入されており、孫にとって先輩であった。しかし、南は学業が振るわずに1年で退学している。養成高等普通学校入学後、練習の環境を得た孫は急速に力を伸ばすことになった。1935年11月3日、東京の 第8回明治神宮体育大会のマラソンで当時の世界最高記録2時間26分42秒を樹立した。この年の3月以来、孫は未公認のマラソンコースで世界記録を上回る実績を残していたが、公認コースで世界記録を樹立したことで1936年ベルリンオリンピックの日本代表有力候補として注目されるようになる。 1936年8月のベルリンオリンピックに日本代表として出場し、当時のオリンピック記録となる2時間29分19秒2で金メダルを獲得した。現在のところ、オリンピックの男子マラソンで世界記録保持者として出場した選手が金メダルを獲得した唯一の例である。東亜日報1936年8月25日付勇敢2面の 紙面画像大会直後に、朝鮮の新聞、東亜日報に、胸の日の丸が塗りつぶされた、表彰式の写真が掲載され、当時の朝鮮総督府の刑務局によって、同識者の逮捕、発刊停止処分が下された。また社会部長だった、現鎮権も逮捕された。このため、10月になって帰国した孫には、警察官が張り付き、朝鮮内で予定されていた。 歓迎会も大半が中止された。孫自身は当時より民族意識が強く、世界最高記録受立時の表彰式でもなぜ君が代が自分にとっての国家なのかと涙ぐんだり、ベルリン滞在時には外国人へのサインにコリアと記したりしていた。このうち校舎は当時の特別高等警察によってチェックされて特攻月報に記載されており、帰国後に 要注意人物として、監視を受けることにもつながった。そのため、翌年明治大学専門部放課に進むが、競争部への入部は認められなかった。卒業後、朝鮮陸連の紹介で、京城の朝鮮貯蓄銀行本店に勤務した。一方で戦後に、日本の陸上関係者や、戦前親しくしていた友人への手紙などには、日本語読みのローマ字書面をつけていた。 降伏後の1946年8月20日、ベルリン五輪10周年の祝賀会がソウルの特殊具で催され、独立運動家の李昇番や緊急、米軍関係者などから祝福の言葉を受けた。第二次世界大戦後の大韓民国の建国後は、韓国籍となり、コーチとして活動。終戦後間もなく、マラソン普及会を南のボルリューラと結成し、 選手の指導に当たった。教え子の中から1947年のボストンマラソンでは、ジョジュンフクが孫の世界最高記録を12年ぶりに更新する2時間25分39秒で優勝。1950年のボストンマラソンでも韓国選手が上位3着を独占した。しかし、監督として同行したボストンからの帰国直後に朝鮮戦争が勃発。 朝鮮人民軍がソウルを占拠した際には自宅に監禁された。その後脱出し、戦火が落ち着くと、再び陸上競技の指導者として活動を行った。1948年ロンドンオリンピックと1952年ヘルシンキオリンピックでは、韓国選手団の総監督を務めている。大韓陸上競技連盟会長にも就任した。1988年、 ソウルオリンピック開会式では最終の聖火ランナーの一人としてスタジアムに聖火を持って登場した。本人は金メダルを獲得した時よりもこの時の方が嬉しかったという。2002年11月15日、ソウルの病院で死去した。去年90歳。2010年に長男の孫正悟らが在日本大官民国民団の事務部長として横浜市に在住し、 小学校などの公園で、あのマラソンで日本は勝ったんです。でも日本人が勝ったわけじゃない。それがどういう意味なのかを考えてほしいですと語っている。1995年、大学が特別功労賞を贈呈。2012年6月9日、駿河台キャンパスリバティタワーで、孫基艇生誕100周年記念シンポジウムが開催され、 在日本大官民国民団団長のご光田、作家の竜美里、元プロ野球選手の広沢勝美、息子の孫正虎ららが参加した。国際オリンピック委員会における記録では、国籍は日本となっている。1970年に当時韓国の国会議員であった、僕 A6 が夜間にベルリン五輪記念スタジアムに不法侵入し、夜間0時過ぎから約5時間かけて、 記念碑に刻まれた孫の国籍、ジャパンを金槌とのみで削り、代わりに、コリアと掘った。後に気づいた職員が警察に通報して、ドイツ警察は、不法侵入及び公共財産破壊の容疑で、法の逮捕状を発行したが、すでに法は韓国へ出国していた。なお、ドイツ当局は後に記念碑の国籍を、ジャパンに戻した。なお、この事件の後で、 歴史的経緯、また、上記の日の丸修正事件などについても解説されるようになった。アメリカのカリフォルニア州カルバーシティにある五輪歴代マラソン優勝者記念碑においては、孫の国籍は従来はジャパンと表記されていたが、1986年8月にコリアと書き改められた。その際、記念式典が開催され、孫自身が式典に出席している。 2時間29分34秒1933.1017、計上2時間24分51秒1934.04、22計上2時間32分19秒1934.10 19、08、 計上2時間26分14秒1十9 3 5 0 3 2 1東京2時間39分34秒31935.0403東京2時間25分14秒1十9 3 5 0 4 2 7計上2時間24分28秒百1 9 3 5 0 5 1 8 形状2時間42分02秒1935.0929形状2時間33分39秒2935.1018形状2時間26分42秒1935.1103東京2時間28分32秒1936.0418 東京2時間38分02秒2936.0521東京2時間29分19秒1936.0809 19ベルリンオリンピック NHK 大河ドラマ伊田テは同時代のオリンピックと日本のマラソン界を描きながら孫と南昇龍の両選手を直接描くことはしなかった。ありがとうございます。